一人でできる子の育て方第1章ナンバー5、ついやってしまっていませんか？ある日曜日のことです。その日お母さんはお昼ご飯の後に出かけていきました。家にはお父さんと娘、お母さんは夕方まで帰ってきません。父と娘は2人で遊んでいましたが、しばらくして娘がこう言いました。お父さん、お腹すいた。お父さんはその言葉に、言われてみたら小腹が空いた、もうおやつの時間だな、とじゃがいもと塩と油を用意して、自分が幼い頃父親にしてもらったのと同じようにフライドポテトを作り始めました。娘も大喜びです。ふと見るとキッチンが汚れています。大慌てで出て行ったお母さんは、お昼ご飯の食器もシンクに入れただけで洗うところまで手が回っていなかったのです。油も片付けたいし、よし、二人で片付けるか、お母さんも喜ぶぞ、と二人は張り切って片付けを始めました。お父さんは油の片付け、娘は食器洗い担当です。夕方、お母さんが帰ってきました。さて、どうなったでしょう。ケース1。え？油使ったの？危ないじゃない。しかも一回使っただけで捨てちゃったの？もったいない。こんなに食器用の洗剤が減ってる。安く買ったのにこれじゃ意味ないじゃない。だからあなたに留守番を頼むのは嫌なのよ。あなたにお手伝いをさせるといつもこう。ケース2。え、油使ったの？よくできたね。ありがとう。次は私も食べたいな。食器も洗ってくれてありがとう。洗剤はこのくらいで十分。次もよろしくね。どちらがお父さんと娘が喜ぶと思いますか？そしてどちらであれば次も二人で片付けをしようと思うでしょうか？もちろんケース2のパターンですよね。そう分かっていても、つい目先のことにとらわれてまず文句を言ってしまうということが癖になってはいないでしょうか？たとえやってもらったことが望んだものでなくても、自分の気持ちを優先させるのではなく、自分のことを思いやってくれた相手の気持ちを大切にすることが相手を思いやるということです。何かをしてくれた人にはまず感謝を。そうすることでその心に応えようと相手にもまた思いやりの心が生まれます。そうやって思いやりの心は連鎖していくのです。ポイント、思いやりの心は連鎖する。何かをしてくれた人にはまず感謝。